はいどうも、いもです。今日はガチアグラを腕前 X プロモデラー RG ではなくて S プラスプロモデラー MG で銀色の方でやっていきたいと思います。いや、ちょくちょくやっていたつもりだったんですけど、よくよく見てみると銀モデの方のデータはあんまり S プラに上がった後はあんまりやっていなかったみたいだったので、ちょっとこの機に少し進めておこうかなと思います。うわ、ちょ、びっくり。あ、まずい?まずくなーい。まずく、あ、ちょっと突っ込みすぎー。びっくり。さて、当初は、銀モデのデータは、まあ、なんでしょう。S プラス上がったし、オンライン有料になったらこのアカウントは別に有料にしなくてもいいかなと、まあ、思っていたんですが、どうやらファミリープランになるものが今後なんでしょう、オンラインで実装されるということで、複数アカウントのオンライン有料も比較的やりやすくなるよということが判明したので、まあファミリープランで8アカウント分までは参加できるようにしていこうというつもりで今いるので。あれ?どこにいた?下か。いかんな、なんかいっぺんにやられている。これは、終わったか?諦めるな。諦めないで。あー、終わっちゃった。諦めちゃダメだったけど。さあ、なんか、最近銀モデの調子が非常に悪い。実はちょっとだけやったんだけど、縄張りかなんかを。全然勝てる気がしなかった。さて、うん、俺は、まあ、全く頑張ってはいないけど、頑張っていたわけ、うわ、ば、混乱中。ということで、今、S プラ2です。なんだろうな、10まで、スパスパーンと上げたいんだけど、こんな調子では、やや不安が残りますね。さあ、お次の、ヤグラは、タチウオパーキングの方です。さあ、銀モデの動きを思い出そうと、今必死になっているわけですが、ただ他の武器の動き方を思い出すと、それはそれで金モデに戻った時に金モデの動きを忘れそうで怖いというのが正直なところあるんですよね。金モデの動きをしっかりと今確立できているかというと若干怪しいけれど、うわ、なんか一瞬で消えましたね。吸盤投げて、ただスプリンクラーは吸盤よりも軽いサブになったんですよね、効率が。そのおかげでだいぶ使いやすくなっていた感はありますね、こうやって使い比べてみると。ん?どこに当たった今?吸盤?ロボットか、どっかから降ってきたらしい。これ悪い流れを引きずりそうだ。ヤグラだと、このボムピッチャーの使いどころに結構困るんだよな。しかもこのステージ構成だしな。その辺の使い心地をしっかりと把握できるかどうかが銀モデの生き残る術だということなのか。おお、でも潰してくれて 3-1? 違う、 1-1 でした。飛ぶかい、飛ぶかいくん、飛ぶけどやられてる、進んでる、ミサイルが飛んでくる、焦らない、下がって突っ込んできているところ、ここはまあ突破されてもまだ大丈夫だと思いたい。めっちゃいる。ロボボムにさっきやられたから注目しつつ、あ、でも3-1乗ってくる。オッケー。え、待って、あ、やめてやめて、危ない。あ、超不安、気をつけて。真ん中塗ります、ちょっと進めます、左からガンガン来てるよ。オッケー、うん、オッケー。めっちゃロボットくん見てる。やめて。はっ。おやめ。じっくり行くよ。投げてきている。長射程する。ああ。おやめください。相手の長射程は?デュアルスイーパーか。ここ投げておくけど、あんまヤグランばっかり乗せてもしょうがないな、これは。そう感じる。ここいる?いない。なんかいた。え?
デュアルスリーパー。ちょっと突っ込んでいってしまった車線上に。最近調子悪いんじゃないの？銀モデで調子が悪いというより、なんか金モデでも勝ってる記憶がないんだよな。さあ乗ってきた。倒す。こっから。倒す。右。乗ってこない？乗ってきた。倒して、これで塗りつつ30か。こう30まで行くのは結構厳しいぞ。ミサイルが飛んでくる。ちょっと待って、移動しないミサイルくんの位置。今のは食らう予定なかったんですが、ちょっと怖いな、これ。うわー、やらかしてる。はい。ですよねー。ちょっとよろしくないですね。さて、ミサイル飛んで、30切ったのか？さすがにそれ厳しいな。お願い、倒したけども。4人がかりで倒して勝てないというこの非常事態。短縮がないからこれは厳しいかな。あれ、いつの間にノックアウト取られちゃった。でも1戦目のノックアウトが非常に早かったせいで2戦やったけどまだ8分しか経っていないぞ。さあ今回の結果はいかがですか？はい、俺一番頑張ってる。さあ、しかしそれでも足りなかったということで、何を見直し本舗すればいいのかを考えなくてはいけないようだな。あんま櫓に突っ込んでちゃダメだな、これも。3試合目はスメッシーワールド。何気にスメッシーワールドのガチ櫓は金モデだとやったことないんですよ。というか、最初の1戦目、この動画の1戦目が初めてだったので、ここでじっくりと回数を重ねて金モデにつなげていきたいですね。そう、すべては我が愛する金モデのためにということでやっていこうじゃないですか。行こうじゃないですか。なんかいる？めっちゃ見てるよ。こんにちは、こんにちは。オッケー。お、今度は打って変わって我々がすごく有利です。我々が有利です。はい、いるよ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 、あいよ、あいよ、あいよ、よろしくお願いします、よろしくお願い。お、3人いないぞ。すごく有利に立ち回っているぞ。突っ込んで、来る前に味方に倒してもらっている。素晴らしい、回復して。左から来るか？まだ来ている気配はない。正面から来るか？左から来ているぞ。おやめください。お待ちください。あ、買います。お、買います。ふーん。危ない。もう、恐ろしい。なんか、イカジャンプが、短縮が欲しくなるぐらいの、緊急離脱でしたね。お、でも相手も数減っている。これはまだ押し込みチャンスなのでは？なのではないか。お、でも二人いないのか。ちょっと待って。雨はやめて。回復します。変なところになりないで。うわ、見られてる。完全にバレました。待ち。これで一旦塗り取りつつ、ウェーン、直撃してるじゃん、よく見たら。ジェットパックさん、なんで俺ばっか見るの？ほんとに最近ジェットパックにやられすぎなんですよね。お、3人いない。行っちゃいましょう。当たっちゃった。オッケー。はい、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 ガーリングボムでーす。ここいるよ。ちょ、気をつけて。ふーん、もう、焦った時、この踏ん張りが、踏ん張りジャンプ、踏ん張りジャンプ。山なり放物線。お、しかし味方のパワーも、いや、これは一旦落ち着きましょうか。冷静に敵の位置を把握しつつ進めていきたいところか。最近なんかもうこのガチマッチの対象にばかり目を奪われるような動きが多いですね。実際それが重要ではないということをもっと把握すべきなのですが、追いかけられても逃げればよろしおす。そう、ガチエリアで実感した。ガチエリアの時に俺なんか勝てないなと思ったんですけど、それはガチエリアばかり見ていたからだったんですね。おっと、おっと、おっと
そうあまり注目し続けない方がいいというのはあるんですよね。投げてガンガン突っ込んでこようというのかね。やれる？そうあまり近づいてもいけない。ここ危ない。さあこれでどこまで戻れる。今2人いない相手、その間にさすがに返せるね。9番投げて、そう9番もっと投げていかなくちゃ、9番もっと投げていかなくちゃ。後ろ気をつけて、いないか、さすがにいないけど気配は怖い。もっと広く使わなくちゃね。フィールドイカ速で慣れていたけれど、イカ速以外のギアでもちゃんと大きく動くということを忘れなければ大丈夫だと思うんです。なんちゅうところから来るの。ワン爆発で撃ち抜かれてるし、なぜこんないっぺんにやられていくんだ。やめて、それは一番良くないパターンです。いっぺんにやられたらどんだけ上手い人が集まっても勝てません。そこを承知していただかなくてはいけません。ミサイル9番デュアルスイーパー、なぜ俺を狙うのか。おやめー、はい、おやめー。ちょっと待って、進んでる、超進んでる。あ、負けた、これ。ですよね、もう。遅いんですよ、止めるのが。なぜだ、なぜ途中まで良かったのに一切進められないという事態に陥ってしまったのか。そこをもっと勘案というか、勘案すべきだと思いませんか。そう思います。あと20秒で、打ち取るにはどうすればいいのか、考えましょう。なんかさっきから自分の位置バレすぎなんだよな。敵どこ？全然見えないし。直撃取れなかった。最悪すぎや。あー終わった。今回ひどいな。ただの3連敗ではない。ひどい3連敗であることを間違いなく自覚しているぞ。さあ今回の戦績いかに？今回あんまキル取ってないかな。3キルでした。なぜだ、なぜこのスコアで勝てないんだ。パリー。まあ OK ラインは言っていたんですが、最近ちょっとひどいんじゃないかな。ここもう少し頑張りたいところですねって言おうと思ったらいきなりスケジュールが更新されてしまった。まあまあまあ、こんな感じでちょくちょく銀モデラーの方も進めていますよという報告でした。ありがとうございました。